ねえねえ、正直俺は思うんだけど、カラオケの点数機能ってなんかうざくね自分で入れといて言うのもあれなんだけどさ、なんていうか、何様のつもりで採点してんだって気持ちになんだよね。採点コメントがいちいち鼻につくんよ。ほら、点数が良くても下手に聞こえてるのってあるじゃんあれがどうも嫌なんよね。 例えて言うなら、なんだろうな。勉強ができるタイプと、地頭がいいタイプは違う、的な、まあ、型にはまれば優秀の美っていうのが嫌なんよ。つまり、何が言いたいかっていうと、78点ラインを上下してる、オタクちゃんの歌声は悪くないってこと。俺は好きだよ。オタクちゃんの歌声。 おたくちゃんの歌ってさ、うまくはないんだけど、独特な歌い方があって、好き。ただその、他の子の前では歌わないでほしいかな。おたくちゃんのいいところは、俺だけの秘密にしておきたいからさ。ねえ、次何歌うあ、いや、その前に何か食べよっか。いや、ほら、 歌ってる最中に店員入ってくるの嫌じゃないあれどうにかしてほしいよね <laughs> 気まずいじゃんなんか注文したものを入れとくカートを置いとくとかなんかそういう気遣い欲しいよなマジでねえメニュー取ってありがとうじゃあ一緒に見よっかうんうんねえねえ なんかこんな近くにいるとドキドキしちゃうね。ええー、と、フライドポテトは、なんかしなしなそうだからいいや。うーん。じゃあ冷凍ピザ食べたいな。あと、パフェ食べたい。君は同じやつ。オッケー えしあ。あ、そうだ。<laughs> 見てよ、これ。土曜日にさ、友達とディズニー行ったんだ。これが、いつスモールワールドで、<laughs> こっちが、スプラッシュマウンテン。なんか俺さ、メリーゴーランドだとかハニーハントみたいに回るやつは苦手なんだけど、 ジェットコースターは大好きでさ。あと、インディ・ジョーンズだとか、カリブの海賊みたいなゆっくりしたやつも好きだし、ビッグサンダーマウンテンのすっごい速いのも大好き。あ,あ、もちろん、よくある鉄骨丸見屋で古典的なジェットコースターもね。カタッ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 って上がる8秒間が最高にテンション上がるよね。<laughs> あ,あ、あと、あれも好き。 隣の人がビクビクしてるの。<laughs> 君がビクビクした顔とか最高だろうなねえ、今度さ、行こうよジェットコースター。横浜の遊園地とかどうちょっと小さいんだけど、それもまた味があっていいんだよね。最初に中華街でご飯食べてさ、ちょっと洋服でも見て、遊園地楽しんだ後、 最後に観覧車に乗る。ねえ、どうよくないあ、注文来た。ちょっと飲み物片しますね。テーブルの端に置いといてください。ありがとうございます。お前の方に手を乗せて、ジェットコースターの横行練習する予定だったんだけど、しなくてよかったね。 じゃあ、うーん。ほら、あーん。どうしたのあーんしないの彼氏に悪いからできない。え、彼氏彼氏って恋人って意味だよね。 恋人いたんだ俺と密室で二人っきりなくせに彼氏いたんだねえ彼氏見せて写真とかあるんでしょねえ見せてよ俺気になるなオタクちゃんの彼氏がどんな人なのかああありがとう <laughs> 趣味悪えこれでいいんだ <laughs> あごめんねいやあまりにも俺と比べて残念だったからさつい笑っちゃったいやでもまあいいと思うよ小ぶり萌えってあると思うしねうんねえオタクちゃんってあれでしょ 告白されたらすぐ好きになっちゃうタイプじゃないだからその子と付き合った。しかも一歩も踏み出せない感じ。<laughs> 違うまあオタクちゃんって案外簡単なんだね。<laughs> でもよかった。まだキスの先までは行ってないみたいで。ねえ、知ってる人間はね、 一度生活水準を上げたら二度と元には戻れないの。それと同じで、一度自分の彼氏よりいい男と一緒に過ごしたら、二度と彼氏をえせない。俺は君のことが好きだよ。だからあんな普通の男なんか捨てて、俺と一緒になろう俺ならゴブリン君よりずっと満足させてあげるよ。優越感だとか、 独占欲をひたひたになるまで満たして自慢の彼氏だって言いふらさせてあげるよいっ <laughs> そのことみんなが見てる前でしちゃおっか <laughs> そしたらいちいち説明する必要もないじゃんいや逆に説明しろって嫉妬の質問祭りになっちゃうかもなあ,あまあそれもそれでありだよねあパフェが溶けちゃう そんなの今はどうでもいいでしょそんなことより今は俺を見ろよオタクちゃん俺を感じて愛して溺れさせてね俺だけの女になってよいいよねオタクちゃん